語る前にですね、今世界を舞台に活躍するまさに武士モノノフというにふさわしい日本人について注目してみたいと思いますが、それがこのお二人、どうぞ。まずは4月14日男子ゴルフメジャーマスターズで見事日本人として、そしてアジアのね、アジア人としても初優勝を飾った松山英樹選手、さらには5月17日メジャーリーグアメリカ大リーグで二刀流の大谷翔平選手がメジャー最多タイ12号ホームランかっ飛ばしました。まあ、この2人をからちょっと注目していかがでしょう、お三方。百田さん、一言ずつお伺いしていいですか。いや、これ大変なことでしょ。僕はゴルフ知らないけど、このマスターズで優勝っていうのはもうとんでもない大偉業でしょ。ゴルフといえば北村さん、とんでもないです、ねえ、はい、でしかもね、あぜん呆然ですか。しかもものすごいその天才が現れて、いきなり勝ったんじゃないんですよ、松山英樹。あのね、まあ、アメリカに行ってもう苦労して苦労して何度も跳ね返されて、もうここまでチャレンジするかと。で、僕ね、松山選手 の, あの、まあ、トレーニングコーチ、飯田君っていうんだけど、僕よく知ってるんですよ。おお、そうですか。で、彼がね、アメリカ、まあ、松山がアメリカに挑戦するときに松山から口説かれて、行くときにね、まあ、送り出したんだけども、で最初指を怪我してね、あの松山がそれを苦労して直して、で、まあまあ、とにかくハードトレーニングとハードな練習を続けて続けて跳ね返されて、最後にっていうか、まあ、ようやくたどり着いたですよ。すごいね。あの、よう知ったけど、ゴルフってのはまぐれって、あの、あのね、一ホールだけならまぐれはあります。でも4日間戦い抜いて勝つにはね、まぐれはないです。なるほど。ほら、まぐれで勝ったちゃうねや。全然違う。相手を見てくださいよ。もう取りちゃうねや。そんなボール分かれんや。だってこうやってボールピューと打つだけやろ。ね。あのパットなんかよ、な1メートルのパットで外しとるやん。へったくそやな。あの、僕でも入れるでとか、ね、あの1メートルのパットはまぐれで入ることもまぐれで、まあ、あるけど、それだけ1回やっただけだね、うん、でもね、全然違うんだな。新橋のガード下で飲んでるんじゃないですか、安田さん。分かるよ。もうやっぱりゴルフはね、精神的な質問と言われるやんか。だから僕なんかこれマスターズでね、これ入れたらもう賞金何億円とか言ったら、僕やったらね、10センチのパットでも外すよ。僕はキーキーしたからね。もう、あの、精神的なとかなんとか言いますけど、はい、そんなのは嘘です。ああ、嘘ですか。嘘かっていうと、あの、あのレベルにな、あのレベルで行ってる選手で精神的に弱いやつなんか一人もいないですもん、ね。うん、なるほど、はい、あのレベルはもう技術、うん、体力、うん、その最後のその戦いです、うん、はい、なるほどね。本当に技術を磨いて磨いたやつが勝ちます、なるほど。もう精神的に弱いやつなんか最初から落ちてますから、うん、なるほど。そんなんいませんもん。ですよね、はい、そのすごいことや。もう改めてなんか松山のすごさ分かってきたわ、はい。そして上島さん、いかがでしょう、このお二方の。いや、うん、あの、やっぱりね、日本人が世界を相手に勝つっていうことはとっても大事なこと で、それはもちろん、その、松山さんも大谷さんもね、自分自身の人生をかけて挑戦している、その彼ら自身の人生においてもそうだけれども、我々同胞としてもね、こういう姿を見ることが、自分自身の生きるその勇気とか、気概につながってくる、それは大きな意味で、世界に対して日本という存在がこう刻まれていくっていうことにもつながってくるので、あの、本当にその、感謝したいし、応援したいっていう、ね、はい、本当やね、うん、誇らしいわ、うん、でね、こういうのね、日本人が勝って誇らしいとか言うたらね、ツイッターで言うたらね、やっぱり水差しだと思うね、お前勝ったんちゃうやんけとか言ってね、必ず言いますよ ね、お前が勝ったんちゃうやろとか言ってね、もう嫌なこと言うたと思うね。大谷について言うと、あの、アメリカに挑戦するときに、アメリカのメジャーの選手、あれだけの、あのクラスの選手からしたら、もう10分の1、何十分の1という年俸で挑戦してるんですよ。はい、そこからもうとにかく自分の夢を叶えたいと、そこからスタートしてるんで ね、そういう意味でも素晴らしい選手ですよ。金じゃないんや。お金じゃないんですよ。百田さんと違うんですよ。太い釘刺されましたね、北村さん。冗談ですよ、冗談。今ね、ちょっと思い出した、あの、松山選手もすごい、大谷選手もすごい、めちゃすごいけど、実はね、ごめんね、話を故障ってごめんね、実は日本人にもうとんでもないすごい人がいるんですよ。はい、誰でしょう。田中カネさん。ああ、
今世界ご長寿世界70億人の中で世界最高齢田中カレさん118歳、その方も忘れちゃいけませんね、はい、これ日本人なんです。ほんでね、はい、このね田中カレさんすごいなって言ってね、僕はね一回もう息子と喋っとったね、僕うちのバカ息子なんですけど、ほんで、ね、そのバカ息子がね、いやすごいなこれ大谷ぐらいすごいなとかな、ほんなねうちの息子が言うて、大谷よりはるかにすごいやと、父ちゃん勘違いせんといてやと、え、なんでやと、確かに日本人すごい、例えばあのボクシングでも井上がすごいとかね、あの、松山もすごい、大谷すごい言うてるけど、はい、しかしイチローもすごいって、しかしもし実際 に世界の中でもし野球をやってたら、イチロー以上になって実は生涯野球をやらなかった人もいっぱいいると、で本来ゴルフをやってたらとんでもない天才だけど、生涯ゴルフクラブを一度も握ってない人もいっぱいおると、つまりここまでトップになった人は実はそのスポーツを選んだ人から選ばれたトップへと、ところは118歳田中カレさんは人類全員強制参加のレースに今一番なのこれはすごいねと、レベルが違うんだと、人類が全員生まれた時からもうそういう長寿レースに入って強制参加の中でトップへと。なるほど、はい、しかも戸籍制度がきちんとしていて間違いない118歳ですからね、もろもろそうですね、例えとしてはそうですよね、はいはい、だから父ちゃん、はい、この人のすごさは他のスポーツの金メダルとはレベルが違う、はい、納得です、はい、どうかお元気で、ね、いらっしゃること、はい、すみません、ごめんなさい、いえいえいえ、はい、武士との話戻りましょう、同じ日本人の、ね、方のお話ですから。ところで上島さんがやっぱり武士道精神というその最初の意識というと、あ、個人的なご経験としては、はい、やはり、いや、少年時代に梶原一騎の劇画作品をたくさん読んだっていうことがスタートですかね。あ、入り口はそちらから、ちなみに今映ってるこの写真、カルテパが1台や、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、これ極真会館や、真ん中に映らせるのが上島さんですね、はい、そうです、はい、これは足原会館での稽古の一枚ですね、足原秀樹言うたらあれや、大山空手の門下生の中でも喧嘩銃弾って、はいはいはい、最強の呼び声高かった方ですよね、そこで教えてもらうんだよね、はい、はあ、はあ、うわ、あ、これはもう本当に若い頃ですね、はい、すごいな、極真からってほんまにどつくからねどつくどつくっていう、ね、それまでの空手っていうのは、一撃必殺先手必勝って言って、つまり、ほんまに殴ったら死ぬから言って、はい、全部寸止めなんですよね、はい、でピタッとこう前で止めて、ところが大山はそんなもん前で止めてたらどうするんだよ、ほんまに殴らんか言って、大山はほんまに殴っとったよね、極真界からそれやからね、俗な言葉で言うとこのガチンコというね、はい、ガチンコ勝負の世界の、はい、ちょっと気違いですわ、なんだっけ、なんだっけ、すいません、役立つ不穏当ですよ、その例えば、いいです、空手バカってご本人もおっしゃってましたから、うん、はい、でも全身全霊の褒め言葉としてのね、バカ、空手バカ一代というところですが、うん、ではその上島さんが考える武士道とは何なのかというところからね、お話をお伺いしていきたいと思います。どうぞ、出ますか、うん、己ではない誰かのために命を懸けることができるかという、そうですね、まあ、はい、誰かのために、もしくは何かのためにっていうことですよね、つまり人間ってやっぱね、自分のことだけ考えてたら簡単に諦められるんですよね、はい、でもそうでないものがかかった時に、本当に一番頑張れる存在だと思いますし、でなんかね、これがこれで特に日本の武士道がっていうだけではなくて、世界のいろいろなその文化の基準で言っても、己以外の何者かのために命を懸ける、これに優る尊きものなしっていう感覚はやっぱりこれ同じなんだと思うんですけれども、そうですね、欧米にも、橋の上のホラテウスっていう話もありますもんね、はい、一人で橋の上に立って、味方を全部助けて自分が犠牲になって死んだって、はい、これはやっぱり、ヨーロッパで英雄とされてますからね、その武士道なんですけれどもね、時代によって解釈が変わるということで、見てみましょう、こちらどうぞ、はい、戦国時代、これは乱世における強者が勝つための精神論だった、それが江戸時代に入って人間社会における秩序維持のための精神論に変化したと、そして明治の開国を迎え大東亜戦争に至る頃に植民地列強から祖国を守るための精神論という形に変化していった、まあ、精神論っていうとね、ちょっと硬い表現で心構えっていうことだと思うんですね、で戦国の時代だけじゃないんだけども、まずは強くないことは恥なんですよね、で
今 の, にあの感覚だと、みんな仲良くしましょうっていうような感じでしょ、でもそうではなくて、まず強くあれと、はい、強くないことは恥であるっていう、うんうん、これがまず求められてたのが戦国だから、勝つための調略ってことも悪ではないし、卑怯でもないしっていう、でもそれがそういう中で一つの社会が、まあ、実際に徳川時代になっていく、そうすると、その幕藩体制の中で の, その人間社会の秩序はどうあるべきかっていうところから、そのまあ今度はその秩序を守っていくための人間のありようっていうところの武士道っていう感じになっていって、でその感覚が今度は明治開国以後になると、これは本当にその日本祖国を守るというその気概の、日本人の気概のその源泉としての武士道精神というような形になっていったっていうふうにまあ受け止めてるんですけどもね、私は。いや、今上島さんおっしゃったね、まずその強くなれる、あ、なればならないというのは、これ確か僕も空手バカ一伝で読んだんですけど、あの大山正さんがね言うたことと言われてますけど、あの、力なき正義は無能なりとかいうことはなかったっけ、あったよね、つまりいくら正義を捉えても、そこに力がなければその正義は全く無能であると、はい、うん、これ今の日本の安全保障にもつながることもですよね、通底しますよね。北村さん、いかがでしょう。そうですね、あの僕は武士道というもの自体は研究したこともないし、本も、まあ、読んだことないんですけど、自分はあの高校時代野球部で3年間教わった監督さんがですね、まあ、とにかく男は、まあ、男はってごめんなさいね、まあ、男は強くなきゃいけないんだと、で一番嫌ったのがその弱気ですね、あのことに臨んだ時にそのなんていうんですか、弱い気持ちになること、これを一番嫌っていて、その僕らよく言われたのは勇気を出せと、あの、まあ、その野球終わってもですね、人生においてその逆境に陥った時にその勇気が出てこない人間はダメなんだということをまあしょっちゅう言われたんですけど、あのそれは僕はその監督自体がもう侍に見えたんですよね、あ、はい、その瞬間に、だからそれちょっと伝わりにくいですけど、そう、僕はそう思っています、ね、あ、まあ、分かります、なんとなく伝わりますよ、はい、私も、はい、その武士道を知る上で代表的な2つの作品といいますか、古典ですね、ちょっと紹介させていただきましょう。まずはこちらからです、どうぞ。ご存知、葉隠れと、成立が江戸中期1716年頃の成立になるということですが、術者が山本城長常友という佐賀藩士ですね、鍋島藩ね、はい、武士というは死ぬことと見つけたり、亀島さん、これについては、あのこれ、あの山本城長がこれ、鍋島の二大藩士の三重にずっと仕えてたんですね、そばに。でその彼は実は城長がその城長は三重があの亡くなった後、はい、あの髪を頭剃って、でもう隠居してしまうんですね、42で、でこれは要はその主君に対する自分一つの忠義の表れなんだけれども、その後その50過ぎてからですね、あの鍋島の武士道ってどういうことかっていうようなことを、まあ、あの田代貫元っていう右筆が話してくださいと城長に行って、で城長はその語ったものをこの田代がまとめたものがこの葉隠れなんですよ、いわばインタビュー集なんですね、はい、だから聞き書き、実は聞き書き で、で全体でいうと11巻のボリュームがあるものなんだけれども、まあ、この武士ということは死ぬことと見つけたりっていう言葉が一番、まあ、知られていると思うんですけども、どうしてもそうですね、著名ですよね、まあ、これはもう、時代がですね、まさに江戸の中期ですから、はい、あの秩序のための武士道というような感じになりますけれども、これあの実は赤穂義士の仇討ちがあって、仇討ちと殉死があって、でそこでその武士っていうのがその君と臣下の関係性ってどうあるべきかっていうようなことをこう本当にこう高級していくっていうふうになるんですよね。でそれが実は武士だけじゃなくって庶民の間でもそれが関心を呼ぶ、はい、人の生き方としてっていう、ね、ええ、でそういう中で、まあ、ざっくり言うとそのあの、まあ、奉公の道、はい、公に尽くすっていうようなことにおけるありようっていうようなことが全体には書かれているんだけれども、あの、あんまりね、あの堅苦しくないんですよ、実は読んでみるといろんな面白い言葉があって、特にそのこれも有名かもしれないけど、その忍ぶ恋っていう言葉が、忍ぶ恋、はい、
つまり究極の恋は相手にその恋心の負担を感じさせない、つまり秘めた思い連結の情であるべきだっていうようなことを書かれたりとかね、報われなくていいんだと、はい、報われなくていい、なこれあの影帽子の世界ですよ、百田さんで磯前彦四郎の思いですよ、友を救うために影から尽くして尽くして自分は何の見返りもせず死んでいって、その死を知った戸田が号泣するっていうのは百田さんの小説、まあね、すっぽり明かしちゃいましたけど、でもあれは本当に武士道の一つの姿で、でその死ぬことと見つけたりっていうのはとにかくそのある種の特攻精神とかってことにすぐ引きつけられて語られがちだけども、そういうことではないんですよね、実は、あのそのこう死ぬことと見つけたりっていうのはその後ちょっと言葉が続いてるんですよ、あの毎朝毎夕改めては死に死に、つまり死に死を重ねるっていう意味なんだけど、で、常住死に身になりている時には武道に自由を得、一生落ち度なく家職、まあ、勤めですよね、を主王すなりっていうふうに語っている、つまりあの死ぬ覚悟というよりも、もう自分は何かことを望んだらもう死んでるんだっていう、毎日それが、その状態なんだってことですね、はい、つまり生きている、生きたいっていう欲求っていうのは、つまり生きるためには人間はどんなことでもしてしまうかもしれない、でも死んでいるならば自分が正しいと思うことのみにできるはずだっていう、つまりそういうことを言ってるんだろうという、私は思っているんですけれどもね、だから、まあ、死ぬ覚悟っていうよりももっと実はその先にあることであって、でただ三島由紀夫はあの自分の文学の母体っていうのははがくれだってはっきり書いてるんだけれども、三島由紀夫もあのすごく惹かれてるんですよね、このはがくれに。で三島がなんかいろいろとこう影響を受けたくだりっていうのは、はい、例えばその武士たる者は、つまり大高慢をなし、つまりちょっとうぬぼれてみせろと、うぬぼれてぐらいがいいんだと、でそうでなければことはならないぞっていうようなことも語っていて、あえて、ね、でその、うん、このうぬぼれうんぬんっていうところが実はあの伊達、あの男気っていうようなことにちょっとこう連なってくるんですよね、だからこう伊達する心にてなければ時期はならずなりっていう言葉もあるんですが、これはまあちょっと今風の言葉で言うと、多分その生きがってね、かっこよく見せようっていうほどの気構えがなかったら、どうやってあの自分が立ち向かうね時やところにそのかなった振る舞いができるものかっていうようなことで、だからそんなことも、はい、だからあの例えば武士はおしゃれするべきだとかね、例えば手紙を書くんだったら一行でも安分するべしとかいうこともあるんだけど、だからその精神心構えだけじゃなくて、その具体的な在り方もこういうふうにして、いくべきだっていうようなことが書かれているっていう意味でね、あのちょっと言葉は軽いかもしれないけど、実用書のような要素もすごくあるんですよね、はい、あのちょっと腰を形で喋ってみるですか、あの私も、まあ、時代小説を書いたことがあって、まあ、当時の武士の在り方あるいは武士道ということをかなり調べたことあるんですね、はい、で、まあ、現実の武士、実際の武士の姿もいろいろこう調べました、はい、まあね、結構ね江戸時代の武士ってね結構汚いんですよ、はい、結構ずるくてね、利己的で、はい、結構裏で悪いことするったりもするんですが、ところはねここが重要なんですけど、ところね、このハガフレとはちょっと違う話かもしれませんけど、江戸時代の武士はね一旦自分の悪事がバレる、あるいは自分の恥ずかしい行いがバレる、その時に潔く腹切りますね、つまりもうこの恥ということをものすごいこう嫌いましたね、だからねここがね僕はね今当時の江戸時代の武士と比べて今の日本の政治家とか官僚が最も違うところだと思いますよ、つまりね悪いことをする、あるいは自分がもう自分の利益を得る、これはね世の常で、これはどんな時代でもあります、ところがねいざそれが、露見した時とか、あるいはそれがこうもう人に知られた時に、この時にはもう生きておれないというね、その覚悟は江戸時代の武士にありましたね、そこだけはというところでしょうかね、
うん、結構ね江戸時代として面白くてね、あの、僕今日本国旗をまた改めて書き直してるんですが、桜田門外の変だったでしょ、はい、あの井伊直輔が蹴られました、はい、あの時お供が60人おったんですよ、はい、で18人のその水戸浪士が切り込んでいって、はい、ほんで井伊直輔が首切られたんですけど60人もおったんですよ、はい、これみんなびっくりしてみんなあ逃げたんですよ、中には戦ったやつもおるんです、でもね戦う時もおかしいよね、あの、刀にね塚袋をして袋をして紐をして取ったんです、だから、はい、刀抜けへんのですよ、うんうん、何のための護衛かと思うんですよね、はい、つまりもう臨戦態勢なってないんですけど、うん、ほんでまあ何人も切られたんですが、さてそれはまあ井の首が切られば井直輔の首切られた、この後の彦根藩の、処置がすごいですよね、はい、その、奮戦して切られた侍たちは全員息子が家督相続を告げました、うん、なるほど、ところが軽傷に終わったやつは軽傷、はい、軽傷つまりかなるほどね、軽い傷、これは、全員切腹、マジ、はい、全切腹、ほんでつまりそんなわずかな傷しか負ってないのに主君の首を取られたけど切腹、ほんでその息子たちはお家断絶です、で、無情で逃げたやつ、これは切腹どころ打ち首です、うん、はい、はあ、逃げたやつおるとやっぱり怖がっていやー逃げたやつ、まあ、その井伊家は武門の家のはずですしね、はい、うん、そうですよね、うん、この辺り先方を受けたまる家がですよね、はい、だからごめんね話を故障します、いやいや、あのだから百田さんのね、うん、あの時代劇のようなところにちょっと引き付けて言うと、あの劉慶一郎さん、はい、吉原御免状とか、はい、劉さんって、はい、あのね、学徒出陣で出征して支那大陸転戦してるんですよ、でその時に実は乱暴の地獄の季節を密かに持っていきたいっていうんで、はがくれボムくり抜いてねこう入れていこうっていう、ってしてたんだけど、でも実際に戦地で読んだのははがくれで、で実はすごく感動したらしいんですよね、でその後あのまあ、彼はテレビ界で脚本家として活躍しますけど、60過ぎて小説家になって、でその一作目かな、なんか死ぬことと見つけたりっていう小説を、あそれ読んでない、これあの鍋島、まさに鍋島藩士の斎藤木之助を主人公にしている、これ本当にその死人として生きる鍋島武士、はがくれ武士っていうことを描いてるんだけども、こういうのでこう実際にじゃあ武士道の世界って何なのかな、はがくれの鍋島武士って何なのかなっていうのは作品の中からね、うん、ちょっと伝わってくるのを劉、ね、さん書かれてで、まあ劉さん作家としてもすごいなと思うんだけども、ね、まあ非常に活躍時間短かったですけどね、亡くなられましたもんね、はいはい、残念ながら。では続いての作品見てみましょうか、どうぞ、言うまでもなくタイトル通りですね、武士道、水戸部稲造の著書であります、はい、明治33年1900年の刊行で、形式こそ整えていなかったが過去も現在も我が国民を鼓舞する精神であり原動力なのであるという言葉が記されております。上島さん、改めてこれまさにですね、明治33年に刊行されている、でこれ英文で書かれていて、フィラデルフィアで出版されてるんですよ、アメリカの、でどういうことかっていうと、つまりこれは日本人に読んでほしいんじゃなくて、外国に日本を紹介する一つ の、ね、あの手段としてやっぱり新渡戸が書いたんですよね。で新渡戸はキリスト教徒です、うん、で元々は盛岡南部藩の藩士の子として生まれて札幌農学校に入り、そこでかのクラークに学んで、ボイズ・ビアンビシャス、で、まあ、クラークのイエスを信ずる者の契約っていうのに内村勘三郎と一緒に署名してるんですよね、うん、でその後東大に入って、まあ、太平洋の橋と架け橋とならんということで私費でアメリカに渡ってジョンズ・ポップキンズ大学に学んでクエーカーに入信っていう、まあざっくり言うとそういう歩みの人ですけども、まあこの明治33年に出したっていうことは、これ日清と日露の両戦役のちょっと真ん中ぐらいで、まさにねこの時義和団の乱の年なんですよ。それから孫文が慶州で蜂起したりとかっていう、まあ大陸ではもう激動の時期で、つまり開国以後、まあ、その日本は帝国主義の中の国々の中で新参者で入ってきた中で、日本とは何ぞやってみんな思っている、はい、あるいは何ぞやならまだいいんだけど、相当誤解をしていると日本に対して、なんとか日本人ってこういうものだっていう話、説明はできないかっていうところでね、新渡戸は苦心して、はい、まあ、日本にはその武士道というものがあると、で武士道に象徴される日本人の生き方、その考え方、価値観というのはこういうことだというのを、まあ、外国に向けて書いて、で実際にこれルーズベルトなんかこれ読んで大感激したと、
いう、はいはい、だから実は、ね、日本国内ではこれほとんど評判取ってないんですよ、うん、当時はね、はい、これ日本で武士ニトベの武士伝を普通に読まれるようになったのはもう昭和になって、はい、昭和の13年かな、そうですね、あのその頃に今並文庫に入ってですね、はい、比較的読みやすい言葉にこうなってから、はい、そこから後なので、まあ、だからこれニトベのこの説明っていうのはやっぱりキリスト教徒として、しかし同時に日本人として、はい、日本を世界に対してどのようにちゃんと語っていくべきかっていうようなその手がかりとして一生懸命探してきて、でだからその騎士道とのその相似性みたいなことから彼はこう接触していくんですよね。はい、だからその身分とともに伴う責任、ノーブレスオブリージュがあるということで、まあ自己責任とか他者弱者への配慮とか、それからまあ何かことに臨んでの義務の遂行だとかというようなことがあるんだということで、まあこれはその特にヨーロッパあたりから分かりやすかったということで意味がある本だというふうに思うんですがね、それがこの戦後決定的な断絶といいますかね、こうなってしまったという上條さんのご指摘なんですが、国家観、国家イコール悪という文字が踊っておりますが、つまり人間はやっぱり属する共同体があるわけですよね、それを守るためにっていうことは決して悪ではないはずですけれども、どうも戦後の日本はね、戦前の反動で、その国家と個人を常にこう対立軸に置くような見方が図式になってしまっている、でもそうじゃないでしょっていうことなんですよね、で武士道とかっていうのも結局日本人のその気概の源泉なんであって、で己の人生をどのように生きるかっていうこと、その目的意識が結果的に公や国にも尽くす重なり合うものだっていうことを武士は考えたわけですよね、でそのこと自体が例えば明治の開国期の若者の目的でもあったわけですよ、あの福沢諭吉の立国は私なりっていうのはまさにそういうことであって、私が務めを果たしていけばそれが国が立つことにつながっていくっていう感覚、だからこれがその戦前の多分日本人の志ある若者の心を占めていた価値なんだけれども、戦後はそうやって個人を損なったからあんなひどい戦争に突き進んでったんでしょ、国家に騙されてっていうような感覚に全部されてしまってることがね、やっぱり違うっていう感覚が私はすごくしていて、違和感がね、はい、東京オリンピック間近いですが、上條さんのご指摘でその往年日本を沸かせた武道やスポーツ関係者にむしろ武士道精神を見出せた方々がね、いたということで、ちょっと例えを、ね、例を見ていきましょう。亡くなられましたよね、古賀さん、はい、やっぱり古賀俊彦、はい、柔道家のあのね、あの膝を怪我して最初、はい、それでもあの試合場に立って、で勝ち抜いていったっていうのはね、あれやっぱりあの古賀さん自身がね、やっぱ国を背負ってるっていう感覚があって、はい、自分一個だったらそこでもう諦めても構わないことだろうけれども、でもここで諦めなきゃいけないんだって支えになったものは、はい、そういう国ないし公とか、それは自分と連なる何かの価値観に対するこう力がね、後押ししたんじゃないかなというふうにはっきり思いますけれども、ね、はい、それからキューちゃんの育ての親ですよね、小出さん、選手を育てた小出義雄さん、はい、マラソンの監督、小出さんもはっきりあの話を聞いたことあるんですけど、やっぱり日の丸云々っていう人いるけど、いや日の丸を見てね、背筋がちゃんとするような気分がないようじゃ戦えないよ、そもそもっていうふうにおっしゃってましたしね、そんな はい、おっしゃり方もね、はい、そしてバレーボール監督の松平康隆さん、プロスポーツの選手は目先の金にとらわれすぎている、我々の頃は金のためではなく国のためにやろうという気があった、そうですね、まあ、松平さん昭和6年生まれなんですよね、であの松田さん曰くね、自分たちの世代で、でも本当にいい加減なやつはいくらでもいたと、だけどこれだけはあの我々走ることがなかったと思うのは、やっぱり国があっての自分であって、国を守るとか国を愛するなんてそもそも当たり前だったっていうふうにおっしゃっていて、で安倍さんのね、日本を取り戻すっていうあれよりもっと前に松田さんの話を伺ったんだけど、あの上島君ね、今の日本はね、日本が足りなすぎるよと、日本を取り戻すってことをやらないとダメだっていうふうにおっしゃってたんだけれども、まさにそういう思いで、あの1970年ミュンヘンオリンピックの
まあ、男子バレーボールの金メダル、そこに導いた監督っていうことで、本当にその世界の中の日本ということを強烈に意識されていた方でね、はい、でその意識がないと実は国際社会ではどんな分野でも戦えないっていうふうにはっきりおっしゃってますよね、うん、でもあれね、まあ、その水を差すわけないけど、つまり本当に、私たちはその本当に、いざとなったら国家のために国のためにという思いもある、あるいは国があるからこそ自分があるという思いが、そういうのがあるんですけど、そう考えると余計に例えばね、急に話が変わりますけど、その拉致被害者をね、うんうん、国は取り返す努力をしてないも腹立つよね、国家がこう個人を守ってないよね。そうです、だから今の政府を見たら、本当にそういう落胆しかないけれども、こう歴史の総体として、これまで我が父祖が歩んできてくれた歴史の総体に対して、私は日本という国に確信を持っているし、帰り見てね、誇りもあるし、でだからこそそういう日本を取り戻さなきゃいけない、 その一つのエネルギー、はい、原動力になるのがこの武士道というか、はい、その感覚じゃないのかなというふうにね、はい、改めて思うんですよね。そこで最後の話題なんですが、なんとですね、今沸騰中、人気大沸騰中のこの作品に武士道的世界観といいますか精神が宿っているというご指摘なんですが、それが意外やこちら、おお、鬼滅の刃ですか、はい、ほう、武士道以来の衝撃ということですが、ちなみにアメリカでの公開もなされて、外国映画で歴代1位の好成績を収め、全世界で年間の興行収入ランキング1位になる見込みというニュースが報道されております。ざっとストーリー見ていきますか、ちょっと時間ありますから大丈夫かな、ご覧いただいてない方ね、ご存じない方もない、大正時代、炭を売る少年炭治郎の日常は家族を鬼に皆殺しにされたことで一変、唯一生き残ったものの鬼に変貌した妹の禰豆子を元に戻すため、また家族を殺した鬼を撃つため鬼狩りの道を進め決意し、妹と共に旅立つと、こういう基本ストーリーだったということなんですが、上島さん、この鬼滅の刃が武士の精神、はい、まあ、これ物語の内容にちょっと触れるので、見てない方はねちょっと注意してほしいんですけど、まず物語の初めの方で、鬼になった禰豆子を、はい、まあ逃げに戻したいと思うんだけれども、うんうん、しかしその鬼を倒す鬼殺隊という存在があって、はあはあ、その鬼殺隊の剣士に襲われるんですね、富岡義勇という、でも妹を救いたいから炭治郎が取った行動は土下座したんですよ、土下座して妹を助けてくださいって言った、それに対してその富岡さんは何て言ったかというと、生殺与奪の剣を他人に握らせるなって言うんです、そういう弱い弱者には何もできない、何事もなすことはできないんだぞ、お前がそれを望むんであれば、自分自身が強くなれって言うんですね。これまさにその武士道のまず弱いことを恥であるっていうことと同時に、ちょっとその今時の今のね憲法に結びけてどうのこうのってのは野暮な話だけど、つまりまず強くなければダメなんだっていうことをはっきり打ち出すんですね。でそれで炭治郎君はその鬼殺隊の剣士としてなるべく修行を始めるっていうこと、でその中で、まあ、鬼と戦っていくようになる、で今の映画無限列車編という中で一緒に戦う先輩の剣士がいて、まあ、それは柱というふうに呼ばれる特別力のある剣士がいて、でこれもですね、そのとても強い鬼と戦って、でその先輩である柱、煉獄杏寿郎という名前なんだけれども、その彼は救うべき人を全て救って自分は死んでいくんですね、でその死にあたって杏寿郎がその振り返るシーンが、母親との会話があって、でお前は特別強く生まれた、なぜだと思いますかっていうふうに聞かれる、で少年のその杏寿郎は答えられないんだけど、母親がそれは弱き人を助ける、それが強く生まれた者の責務です、卑怯なことをしてはいけない、自分でね自分のみのことを考えてはいけない、あなたはその使命があるって言われた、でそのことをその煉獄家の長男として生まれた杏寿郎は全うしようとして、でとてつもない鬼と戦って最後倒れる、でもこれがさっきのね、命をかけて何事かのために戦っていくということが究極現れているんですよね。で同時にその時にその炭治郎以下年若い剣士たちを彼は守るわけです、で守って死んでいく時にその
敗たる杏寿郎は、俺が死ぬことは気にするなと、先輩であれば後輩の盾になるのは当然だ、誰であってもそうするだろうと、先輩であれば、そして君たちは悲しむことない、もっともっと成長して君たちが今度は自分の思いを引き継いで戦ってくれることを俺は信じるって言って死んでいくんですよね。つまりこうした思いをこう紡いでいくっていうことが、まずその日本 の, その垂直の倫理観というかな、そういうものがこう体現されていて、しかもその先ほどちょっと武士道でもって価値観でも触れましたけど、弱き者を守るためにっていうこと、でこういうことが強烈にこう打ち出されていると同時にですね、あのもう一つちょっとこれ余談になりますけど、あの舞台は大正の初めなんですけど、時代の、はい、この出てくる若者たちはみんな明治の教育を受けてるんですよね。なるほど。だから明治の日本人なんですよ。でそれが今のこの平成から令和にかけての少年漫画の世界でこれだけ受け入れられたのはなぜかって思うと、多分平成っていう時代はそういう昭和までがずっと持っていたそういう価値観なり何なりを全部脱色していった時代だと思うんですよ。良くないよと、実はそれ遅れてる、例えば、で今日そのポリティカルコレクトネスだとか、アファーマティブアクションに沿わなければダメだと、その表現する分野の物語、映画、小説なんかも、それにも徹底的にですね、あの原作者の後藤さんがどこまで意識していたかは分からないけれども、まあ、そんなんじゃないんじゃないのというメッセージをすごく発信していて、男はこうあるべきっていうシーンが担当出てきますし、長男はこうあらねばならぬとかね、それから、まあ、これはあのおそらくその歴史、特に近現代史がお好きなんだろうと作者の後藤さんが思うのは、あの女性の鬼殺の剣士が、あの戊辰の頃のね、とことんやれ武士を口ずさむシーンとか出てくるんですよ。とことんやれとんやれなっていう、そうです、あれは朝敵征伐せよとの錦の御旗じゃないかいなってやつですよね、はい、つまりこういうことが出てくる漫画っていうのは、まあ、多分近年なかった、全く。そうですね、はい、だから努力や友情や何かを歌う漫画たくさんあるけれども、でもそこにちゃんと日本がはっきり描かれてるっていうことでね、まあ、私はあの本当に感心してしまったし、それがまた世界でまたヒットしてるんですね、っていうのがね、あのウイグル人とかチベット人とか、まあ、香港人とかが恐ろしい鬼にその内臓を取られたり、うん、拷問を受けたり殺されたりしてるものを、極めてリアルな、これをあの恐ろしい鬼にそういう目に遭ってる人たちを見殺しにするっていうことはどうなんですかね。ありえないですよね、本当やね、戦わなかんよね、うん、日本だけもね、その国会でもそのそういう非難決議をしないとかね、はいはい、世界に怒ってるのにね、でもね、あの、まあ、あと1分で言いますけど、実はね、まあ、実は日本その武士道というのはね、僕は今現在の日本人の中にね、心の根底には僕はあると思ってるんですよ。というのはね、あの大きな大地震が起こったら、まあ、ここで何でも喋ってますけど、そういう時にはね、普段隠れてるその心の奥に隠れてるそういうところが出てきますよね、はい、日本人本当に利他のために、つまり自分じゃない人のためにね、これ世界の人はみんなびっくりしますよね、もうそういう時に、だから本当に武士道は今の現在の日本人の心の底の方に眠ってるんですよ。あくまで信じたいですよね、ありがとうございました。すいません、お話し尽きないところですが、残念ながらエンディングの時間です。番組後半は武士道と日本人と題してお届けいたしました。本日火曜日の真相深入り虎ノ門ニュース、レギュラーコメンテーターをお願い申し上げましたのは作家の百田直樹さん、そしてゲストコメンテーターとして弁護士の北村春夫さん、ジャーナリストの上島義郎さんにご登場いただきました。本日も強力かつ濃密な解説を誠にありがとうございました。またのご登場お待ち申し上げております。恐れ入ります。さて明日水曜日でございますが、明日の水曜日